アメリカの崩壊はすぐそこへ。インフレは下がってる、賃金上がってる、で失業率も下がってる、マーケットを意外に調子いいんじゃないのみたいなヘッドラインとかよく見るじゃないですか。だからなんか本当なのかなとか思って、でちょっとなんか見てみたのたださ、いや、そんなことないんじゃないかなって結局思ったので、まあ今日はまあネガティブな話をしていきたいと思います。はい。で、まずどっから話を進めようかなと思うんだけどっていうのが、まずね、 各家庭のね、アメリカでいう各家庭の、えー、負債の合計額、まあ、ハウスホールドデッドっていうらしいんですけど、えー、それがとんでもない金額に到達してるみたいなニュースが出てるんですよ。っていうのがこれで,で、これを見ていくと、めちゃくちゃ増えていて、要は負債がね、めちゃくちゃ増えていて、17兆ドルを超えてるんだって。で、これっていうのも、なかなかの過去を見てもすごいレベルで、 あのアメリカの家庭の皆さん大丈夫ですかみたいなことが、えー、ちょっと、えー、言われているとでまあその中でも、まあ、結構見ていくと特にあのクレジットカードの負債もやばいらしいんですよでこのチャンネルで何回もやってるんですけどあの過去に、えー、市場を考えられなかったレベルのクレ,クレジットカードの要は負債レベルになってるらしくてで今が1兆ドルを超えてるんだってよなんで まあやばいよねなんでクレジットカードをさそんなに何つの使ってんのって思うじゃないでこれ多分シンプルでお金がみんなないんだと思うんだよねで,で実際になんか賃金上がってる人が出るじゃんでそういうの見るとさあじゃあなんか別に金持ってそうだしななんかアメリカの人ってとか思うけどだから、ね、多分そんなこともないんだよねっていうのは多分賃金上がってる率と、まあ、インフレの率と比べるとあの追いついてないんだよねインフレの率にだから まあ賃金上がってる人もいるかもしれないけどでも支出もでかくなってなぜなら食べ物が高くなってたりとか物が高くなってるとかなんか金利上がってなんか不動産のさあのローンの支払い返済の金額がめっちゃ高くなったとかっていうのもあって賃金上がってもお金がないと。でそのデータが出てるのがこれで、えー、アメリカの,あのパーソナルセービング個人の貯蓄っつうのが。 えー、約今3.5%なってでこれ見てもらうと分かるんだけどめっちゃ下がってるじゃないなんで、まあ、こういうのを見ると、えー、まあ、なかなかね、えー、結構アメリカの皆さんも厳しいんだろうなと思うのねでちなみに自分もアメリカに家族たくさんいるんで、まあ、やっぱそういう人の話を聞くとやっぱなんかねそんなかこんな感じがするなんかねヘッドラインでうまくいってるみたいな感じのことを見るけどなんかそんな感じじゃない ことをすごく感じるんだよね友達の生活の話とかキャッチアップとかしてるとさなんでまあそうだなとでこれが面白いのが怖いのがさアメリカの <laughs> 個人の貯蓄っていうのが、えー、今年の秋までには全て吹っ飛ぶであろうみたいな予測が出てるんですよねなんで、まあ、やっぱりちょっとこれっていうのはかなり状況はねあのー、厳しいんだろうなという気がするよねうん。 はい。で、まあ、もっと言うと、このアメリカ人の、まあ、お金がないと。で、もっと違うところから見ていくと、例えばオートローン、自動車のローンとクレジットカードの先で言った話ね、これの支払いの延滞がめっちゃ増えてんだって。で、モーゲージ、あの家の支払いは、まあ、まだいいんだけど、自動車と クレジットカードがもうもう無理ですみたいな感じになって支払いの延滞が始まっていると。だから多分優先順位的にやっぱさ、まずホームレスになりたくないから家を払うじゃない家を。ローンをね。で、まあそれは第一に払うと。だけどそれ払っちゃったらもうお金ないから、いやもう車持ってるけどもう払えないよみたいなので、えー、多分、ね、支払いの延滞がされてるのかなと。で、クレジットカードなんかまあなんか食材とか買うわけじゃん。もうそんなの別に後回していいじゃん。だからもうそれも払わないと。 いうで,でさらに言うとさ、まあ、困った時には銀行様が、ね、お金を貸してくれるかもしれないみたいなこともあるわけだけど銀行も結構やばいみたいで,で、まあ、やっぱこのデータとかを見ていくと、まあそのね、例えばビジネスに対してとかねの、まあ、貸し出しとかっていうのも、まあ、なかなか厳しくなってて貸し出しの基準が超高くなってるんだよね。あとはまあクレジットカードの,その貸し出し っていうのも厳しくなってたりするし、まあ、パーソナルレベルでの、まあ、銀行の貸し出しでも厳しいとじゃあ何でかというと、まあ、銀行もやばいとで、まあ、銀行もなんでやばいかっていう話で言うとあの、まあ、利上げがいろいろされすぎてちなみにこの話ずっと前の動画にしてるんでちょっと見てほしいんですけどえー 利上げがされすぎて今のいろんな運用しているアセットがまあ特に国債がまあほぼ無価値になっているみたいな話ですよね。で、まあ、手元に流動性がないと。で、やばいからどうしようと。で、アメリカの国民もちょっと銀行に金預けてるとやばいかもしれない、金が吹き飛ぶかもしれないと思ってで、まあ、引き出すじゃないですか。でも引き出そうとすると銀行は手元にキャッシュないな、なんか用意しないとやばいからどうしようってなるわけよ。でもキャッシュないからどうするかっつうと。 あのだからなくなるともう潰れちゃうからさ今回アメリカの政府が、まあ、バンクタウムファンディングプログラムっていうね、まあ、一応銀行救済措置みたいなのを用意したわけですよでこれは要はお金が手元にキャッシュがない銀行がすみませんちょっとお金貸してくださいっつってお金貸してもらって1年間でで返しますからっつってね、まあ、それで乗り切るっていう、まあ、そのプログラムなんですけどでこれがねあの使われてるボリュームがずっと減らないんですよ で何だったらちょっと増えてるみたいなところもあるんで。ってことを考えると、アメリカの地銀とかは特に、まあ、やばいことになってるよね、ということですよね。でかい会社はね、大丈夫だと思うけど。ということを考えると、まあだから銀行も金ないし、貸し出せないし、それは貸し出しの基準上げるよね、ということにもなるわな。うん。ということですわ。で、っていうニュースはまあいろいろあるじゃないですか。でね、新しいニュースはね、こっからなんだけど、JP モルガンの あの、アナリストがね、すごい有名な人が言ってるのが、来と6ヶ月後から1年後にかけて、えーまあ、リセッション来るでしょうみたいなことを、まあ、さらっと言っちゃってるわけですよね。これはファイナンシャルタイムズに出てるんですけど、まあ、興味があればちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、なので結構ね、いろんな人たちがそういうことを言ってると。で、ただ単に、そういうの、その人だけじゃなくて、例えば、この JP モルガのトップのね、ジェイミー・ダイモンさんも言ってるのが、ついこの間さ、バークレーのイベントがあって、 でそこででなんんかいいろろ言ってたんですよでポイントがいくつかあって、まあ、ちょっと拾っていくとまず一つ言ってるのが、えーまあ、QT が始まるよということなんで、まあ、それを、ねえーまあ、示唆しているよとでもうすぐ来るでしょうとで、えー、次がコンシューマー、まあ、消費者は別に大丈夫じゃないと、えー、かなりやばい状況になっているとでこれはちゃんと考えた方がいいよってことを言っていてなんかまあさっき言った通りやっりコンシューマー普通の、ね、アメリカ人はやば、まあ、い状況にあるよねと。 でレギュレーターが結構タフすぎる、厳しすぎる。何が言ってるかというと、例えばなんかその貸し出し、銀行で例えばも家のローンを貸し出す側とかのその貸し出しのなんかそのね基準、まあ、銀行に対する基準がね上がっちゃって、貸し出ししづらくなるみたいな問題もあるみたいで、でまあ、それちょっと次の動画にしますけど、興味があればね。あのまあ、っていうのもあって、まあ、結構厳しすぎるみたいなことがあると。であとチャイナリスクが やばいということも言っていて中国っつったらさだってあのこの間も動画にしましたけど GDP の3分の1ぐらいが不動産なんですけどそのトップがばたばた倒れてるみたいな異常な状況になってるわけじゃないですかあとシャドーバンクもやばいし、まあ、支払い不能みたいなとこも増えてるし、まあ、ジェイミ,ミー・ダイモンさんもやばいと言っていると。 でリセッションのリスクも、まあ、もちろんあるしまあちょっとお先ちょ暗いよねみたいなことを言っているということですねなんで、まあ、ちょっとさこれを合わせていくと、まあ、アメリカもやばいで中国もやばいこの2つが同時に潰れるとするじゃない仮にね彼わかんないよするともうなんかすごいことが起きそうじゃないですかリップルエフェクトもうなんか波及効果で日本もやばいどんもういろんなところがやばいみたいななると思うんでなんかちょっとさ怖いよね でであと半半年後にビットコインの半減期が来るわけですよこのチャンネルはコインクラブなんでコインの話をするとそこに向けて本来であればマーケット盛り上がってほしいんですけどその土台がね整わないんじゃないかという気もするんだよね。なんでただ単に半減期来るだけですぐ何か影響があるかとか。 いうとそんな気もししないしだからそもそも半減期終わって1年ぐらいたたないと上がらないし次のブルーマーケットって過去のパターンを見るとプラスうんブラックロックスポット ETF 現物 ETF とかもなんかアップローブされてもなんか一瞬ハイプでボーンってなるけどでもそれいきなり急に買いがどこまで入るかって分かんないじゃんなんでなんか1回、うん、まあそこはアップローブされても上がってボーン下がって徐々に上がり みたいななな感じになるのかなとただその上がり具合もベースラインの経済状況にもよると思うんで、うーん、なんか厳しいよね。っていう感じかな。はい。ということで、えー、今日はこんな感じですが、えー、またちょっとね、面白い情報なんかあればね、世界ニュースもそしてクリプトニュースもまとめてやってるんで、ぜひいいねを押して、チャンネル登録を押して、ベース通知を押しておいてくださいな。ちなみに LINE とかもね、始めたんで、LINE もお願いします。あとは、 テクニカル系はかつの動画でチュートリアム含めてちょっとトレード勉強してみたいなみたいな人向けのねコンテンツも出してるんでぜひぜひ見て,見てくださいなということでまた次の動画でお会いしましょう。